福井城市大名町駅は、福井県福井市大手にある、福井鉄道、福武線の電停。駅番号は、二21。各駅の開業日は、今尾圭介監修。日本鉄道旅行地図6号。北新 SP25。開業区間は、鉄道要欄などによる、相対式ホーム2面2線を有する電停。ホーム2つとも屋根がある。1番ホームには、 すべての方面行きの電車が2番ホームには田原町駅以外の方面行きの電車が停車する。2017年7月に整備工事に着手し、12月11日に共用開始され、従来交差点を挟んで離れていた上下方向のプラットフォームが横断歩道から直接利用のできる向かいのプラットフォームに改良された。これ以前は上り方向のプラットフォームは、 大名町交差点地下横断歩道の階段を上る必要があって、車椅子の利用者は解除がなければ利用できなかった。プラットフォームは約35メートルの長さ、約2メートルの幅があり、うち約24メートルが屋根付きになっていて、福井鉄道、福竹線を走行する他車両よりも編成が長い、回線型に乗り降車する際も、好天時に傘を差さずに利用できるようになった。 祭りなどで交通規制により福井駅前方面が運休となる場合は、竹を福井駅前方面ホームの北側に簡易式の臨時ホームが設置される。田原町発の普通列車から福井駅前発の急行列車に乗り継ぐ場合、通常はまず田原町発の普通列車が竹を福井駅前方面ホームの線路に侵入し、 乗り継ぎ客を降ろしてから、福井駅前方面へ向けて発車し、田原町方面ホームの線路に停車していた、福井駅前発の急行列車が折り返して、竹を福井駅前方面ホームの線路に進入し、乗り継ぎ客を乗せてから、竹を方面へ向けて発車するが、福井駅前方面が運休となる場合はまず、田原町発の普通列車が、臨時方面ホームの線路に、しばらく停車し、 乗り継ぎ客は、臨時ホームで一旦下車して、竹を、福井駅前方面ホームに歩いて移動し、田原町方面ホームの線路に停車していた、福井駅前始発の急行列車が折り返して、竹を、福井駅前方面ホームの線路に進入し、乗り継ぎ客を乗せてから、竹を方面へ向けて発車し、急行列車が発車した後、田原町発の普通列車が、竹を、 福井駅前方面ホームに侵入し、帝国となるまで発車を待つ。自動車の激突防止のため、全体が赤く点滅している。ただし、リニューアル工事後に、当該運用が続けられるかは、現時点では不明である。駅は、福井県道3 5号福井丸岡線の中央に、立地。駅周辺は、大名町と呼ばれる区域で、官庁街や駅前通りに近い。駅東方面には、 福井県庁、福井市役所、福井中央郵便局が、駅西方面には二つある、地元銀行の福井銀行、福宝銀行双方の本店。その先は、福井県随一の歓楽街である順化と呼ばれる、区域となっている。駅南東方面には、福井タスクヨ吉江郵便局がある。福井城市大明町駅のある大明町交差点は、福井市の中心部である。 この交差点には、当駅から見て南北に、市内軌道線の本線があり、当駅から交差点を南東方向に行く視線がある。旧電停時代は、当駅から竹を、福井駅前方面に向かう場合、駅の竹を方面ホームに設置されている、分岐器の点鉄ボタンを操作する必要があるため、全列車がまず当駅の田原町方面ホームに一旦、停車、ついで折り返し、渡り線を通り、 武雄方面のホームに、電鉄操作のため再び停車し、発車と当駅のホーム二つともに停車することになっていた。なお、武雄方面発福井駅前駅は、田原町方面ホーム、逆方向は、武雄方面ホームで乗降扱いを行っていた。リニューアル工事に伴う、新電停供用に伴い、当該運用は、見直しとなり、停車は一回となった。 大名町交差点を挟んで、市役所前駅の南側には、本町通り駅という駅があった。竹尾方面行きホームのみ設置されていたが、すぐ南を流れる阿スワ川に架か,かる幸い橋の掛け替えを機に、2002年7月15日をもって廃止となった。ホームと分岐点福井鉄道、福竹線急行普通阿スワ山公園口停留場福井城市。 大明町停留場に愛女子高校停留場、区間休校は添山公園口停留場、福井城市大明町停留場、福武線休校、区間休校、普通福井城市大明町停留場、福井駅、停留場、ありがとうございます。